皆さんいかがお過ごしでしょうか。ワインで乾杯。今日我々はですね、伊豆市で撮影を行ってですね、そうですね、そこから一路伊豆を横断しまして伊東市にやってきました。もう西から東ですよ、横断してきたんですけども、いやー、こう伊豆っていうのはやっぱりね、とても素晴らしい場所なんですけども、いや本当だよ、まだまだやっぱこの山を抜けてくる時の道路状況っていうのが結構険しいところがあってですね、寒川峠特に厳しかったですね。何それ、どこ、え、そんなとこ通った。まあまあそうっすよね、あなたはずっと終始寝てましたからね。まあそうでしょうね、シーボちゃんかと思ったけどね、メイクの下が、まあまあまあ、まあ、シーボちゃん、まあ皆さんね、はい、伊東来ましたよ。夏市に来たんですよ小山さん、はい、伊東といえば鳩屋。浅いな、浅い、はい、ケブタクさん、伊東といえばシロ勉強不足。皆さんいいですか、はい、伊東と言ったらこれですよ、はい、山六干物店さんですよ。山六干物店、美味しい干物食べたくない？まあ、食べたいですけどね。もう俺の中では、はい、この山六干物店の干物、はい、伊豆で一番うまいかな。伊豆で一番うまいって言ったら相当ですよ。あ、相当だよ。これ日本のトップレベルっていうことですよ。特にトロ味とトロサバがもう絶品なんだわ。うわ、その響きやばいっすね。脂が乗っててさ、でかくて美味しいんだよ。めっちゃうまそうっすね。ちょ待てよ、お前さ、もしかして食べたいだけ？はい、というわけで食べたいだけで来たわ。すぐもうお店閉まっちゃうから、すぐ買いに行こう。わかりました。行こう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 。お邪魔します。はい、どうぞ。いやもうちょっと閉まるギリギリですいません。いやもう閉めました、ほとんど。あどうぞどうぞ。トロアジとトロサバありますか？はい、ございますよ。あ、よかった。わ、これがトロアジですね。4枚入りと、あとこれが3枚入りですね。あで、こっちがトロサバ。これがトロサバのみりんです。うわうまそう。油すごい乗ってます。油がすごい。で、これが今旬の豆味です。あ、豆味、頭から全部食べれちゃうやつです。この時期しか食べれないやつです。一匹一匹こうね、丁寧に開いて。そうそうそう、技術がいりますね。へー、おいしそう。レシピよく知ってましたね。大きいっすね。まだいっぱいいろんなものがありますけれどね。あー、みりんもおいしそうですね。しょうがね、取材だからケーキで食べてしまう。出た出た、試食も必要だ。これがイワシの丸干しで、アジで。イワシの丸干しとアジ。ちょっといただきます。これ3つあるね、イワシの丸干しね。それ伊東で上がったイワシです。あ、伊東で上がったイワシ、いただきます。どうぞ。これどう、甘い獣だからね。味が、ちょっと私もいただきます。うん、うん、この中の骨まで ね、しっかりもう柔らかい。柔らかい、おいしい。味がついてておいしい。うん、ちょっと待ってよ、これうまいじゃん、これうまい。あ、ありがとうございます。 C にも買ってくれと。あ、C にも、 C って言ってたら誰のこと言ってんのか、ちょっと D じゃない。いただきます。うん、うまい、めちゃくちゃうまいよ。すごいな、うん、ご飯が確かに。お、旨味すごくない？やっぱうまっ。じゃあ早速お土産持って帰ろう。はい、そしたらおすすめのこのトロ味とトロサバ、あとこの豆味ね、豆味の開きね、これ買って帰りたいと思います。嬉しいですね。
豆味は本当に今の時期だけですから、そうです、ね、この時期はもう食べれませんから。初めて見ました。ボリボリって最高じゃないですか。結構香ばしくね、うん、これは酒が進んじゃうな。いやいやいや、はい、皆さん、山六干物店さんで今一番売れてる商品、これメロみりん干しですね。これね、食べ方がフライパンに油ひかないで包丁でこう切って直接焼いて食べるんだって。これうまそうだね。油いらず。分厚いですね。分厚い身がもうすっごいよ。これ絶対美味しいよ。うん、絶対美味しい。はい、皆さん、伊東にお越しの際にはぜひこの山六干物店、この美味しい干物をですね、お土産に買っていくことをお勧めします。伊豆のいい思い出がね、できると思います。おすすめでございます。いいですね。美味しい。すごいですね。サイがたくさん並んで有名店だね。すごい、みんなここでお土産買って帰ってるんだってことが伝わってきますね。そうそうそう、ということでご挨拶させていただきましょう。はい、それでは皆さんご一緒にワインで乾杯。